熱いね。これもう熱い、全部熱い。全部熱いから気をつけて。食パンできましたね。すごい。すごい食パンだ、本当に食パンだこれ。すごい。食パンですね。いや、重いよ。重いね。重いな。なんで重いの？そう、重っ。すごい。ゲーはママゲーは。よかった。一回おでるの？冷めるまでまあ置いとくか。じゃあ時間結構かかるんだ。まあこのままじゃあ置いとくか。それ。嬉しい。嬉しいね。嬉しい。おい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 。食べたいね。熱々はね、切れないんだよな。すごい、我慢する。 OK。 じゃあちょっと、バイパー、炊飯器切れですよ。うん、このちょっと中に残ったのもちょっと取ろうか。熱い。そう、冷めてからでいいな。うん、よし、炊飯器。すごい、すごい、すごいね。ねえ、ゲーはすごいね、初めて見えますよね。はい、こんにちは、ジャーキーです。ただいまですね、このようにパンが焼き上がりました。ホームベーカリーで焼いたんですけどね、ちょっとね、色の、香料、なんだ、香料というか、まあ、色の着色剤つけましたんで、まあ、天然の着色剤ですけどね、ちょっとこうに、まだらなものが。で、中はね、ちょっとほんのり緑色になってます。で、こちら、見てもらえば分かるんですけど、ホームベーカリーってね、下にペラがついて、プロペラがついてるんでね、こういう感じ、プロペラついてますね。で、のおかげで下にこう、こういう、ね、プロペラの跡がついちゃうんですけど、これうまくね、切るとき気をつけてください。はい、こんな感じ。粉によって膨らみ方が違うんで、一回焼いてみて、この粉はどれぐらい膨らむのかなっていうのを考えて、でグラムを、粉の、重さをちょっと減らしたりとかしないと、膨らみすぎちゃって、上が本ベーカリーの蓋についちゃうっていうことがありますね。気をつけて。はい、で、こちらなんですけども、プロペラですね、これ。これね、毎回洗う方がいいと思います。洗わなくてもいいのかもしれないですけど、洗う方がいい。で、これね、取れないですよね。ここカチャってやったら取れるはずなんですけど、取れない。と言いますのも、ここ固まっちゃってるんですね。この、パンの生地が入ってしまって、ここ、本来なら取れるとこなんですけど、取れなくなってしまってるというわけで、これまず、はい、ちょっとこっち来てよ。はい、こちら、このようにですね、水を入れます。そうするとふやけますんで、このプロペラがね、浸かるぐらい入れてください。で、ふやけます。まあこれちょっとね、5分ぐらい置きましょうかね。はい、では、今もう5分ぐらい経ちましたので、中の水を捨てます。はい、でですね、これでもうふやけたと思うんで取れると思うんですけど、ちょっと、取れないか。はい、取れました。こんな感じね。これがプロペラ、見えてる。
で、これがね、こんな感じなんですよね。これはね、あの裏こんな感じ。実は裏にもこんなに、これパンの生地なんですけど、こんなについちゃうんですね。これも後であのティッシュに水をつけて取らないといけないんですけど、はい、とりあえずこれはちょっと置いてます。で、問題はこっちなんですね。これまずちょっと、歯ブラシでですね、ちょっと取ります。歯ブラシでこう取ります。で、ここから向こう行こうかな。ここから向こう行こう。ちょっとついていけ。はい、ここから、ちょっとミニカーの部屋に移りまして、これね、まずこのゴムのパッキン取ります。このパッキン取りまして、で、ここにもうすでになんかいろいろ結構ついてるんですけど、これもすごいなって思うんですが、実はね、今からしますね。ちょっとこのネジを取ります。取って、あ、今回マシだったな。これですね。ここがすごい。この中にも、この中にもですね、こっちでいいか、この中にも入っちゃってるんですね。このゴムの二重パッキンになってる中も入ってて、かつあのもう昔ここにバネがついてたんですけど、それがこっちに、ここに入っちゃってですね、こんなに傷がついちゃったんですよね。この辺とか傷ついちゃって、もう取っちゃったんですけど、取っても問題ないです。でですね、ここもう取っちゃってください。これマイナスドライバー、細いマイナスドライバーで、このリングをですね、端目のリング取っちゃって、ほら、こんなに、これも抜いちゃうと。これ本当はね、もうちょっと濡らした方がいいんですけど、ちょっと今時間なかったんで濡らさないで無理やり引っ張ってますけど。で、これも後で水にふやかして歯ブラシで取る。こっちはですね、オーリング入ってて、これまだ綺麗な、こっち、これか、これを取る。こんな感じね、こんな感じ。この中もちょっと汚いんで、後で水ふやかして綺麗にしようかなと思います。なんで、あ、だから、ね、ホームベーカリー使ってる方、ここまでしないと思うんですけど、これ毎回した方がいいですね。こういう汚れ、本当に真っ黒になっちゃったり臭くなったりするんで、気をつけてください。はい、ちょっと、はい、というわけで、さっき 寝起きで、実はね、ターちゃん、焼けた時パパは昼寝しておりまして、ターちゃんが焼き上がったパンを取ってくれてですね焼き上がり取れなかったんですけれども、はい、今回もう今、起きてから何分ですか、30分ぐらい経ちまして、元気になっております。はい、では、あとね、パンを、あそこのパン、はい、ちょっとやめと、あのパン、冷めたな、もうまだ、もうちょっと冷めたら切っていこうと思います。はい、では、十分冷めたんで、もう2時間ぐらい経ったかな、2時間ぐらい経って十分冷めたんで、今から切っていこうと思うんですけど、まず必要なの、これですね、パン用のナイフ。これ貝印のやつなんですけど、めちゃくちゃよく切れます。よく切れるやつの方がいいですね。じゃないと切ったらね、力加わっちゃうとどんどんしぼんで、縮んでしまうんで、パンが、せっかくふくらんだパンがね、縮んでしまうんで。あとですね、もう一つ、
必ずいるものはこの袋、パンがポリ入る袋で、もう一つがですね、これなんですね、こう、まあ、袋これなんですけど、国母工業、国母工業所っていうところが作ってるカットガイド、食パンカットガイドってやつね、これです。これはね、こういうやつなんですけど、ここにパンを入れると、パンを入れて、ここのガイドでナイフを入れてですね、で切っていくというやつですね。ではやっていきたいと思います。これガイドに沿って入れて、あとはこうなるべく力を入れずに小刻みに動かすようにしてカットすると。でコツはですね、一番下までちゃんと切るとこんな感じで切れます。はい、これ今8枚切りのところでやってるんで、これ8枚切り、6枚切り、あと5枚切り、4枚切りとできるんですけど、僕はなるべく、まあたーちゃんも僕も、なるべく1回焼いたらですね、何回も食べたいんで、一番薄く切れる状態でやっております。一回一回ね、こう出さないといけないのは、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいですけど、ね、お店にある、パン切る機械だとですね、シュッシュシュッシュ出てくるんですけどね、なかなかそういうわけにはいかないなと。まあこれもね、家で焼く楽しみかなと。こうやってめんどくさいこともね、やりながら楽しいですよね。ゆっくりね、全然効率とか、まあ、合理性を考えずに、まあ、この機械を使ってる時点で結構合理性を考えてるっちゃ考えてるってね。まあそうだな、昔はね、僕は家でパン焼いた時こんな機械使わなかったですね。このカットガイドの使わないで普通にやってたんですけど、やっぱり、ね、このカットガイドで切るとすごく綺麗に切れるので、なんかね、気持ちいいんですよね。もちろん手でね、まあ、店で働いた時もですけど、レーズンパンとか機械で切れないんで、フリーハンドで切ってたんですけど、それはそれでね、またうまくなると楽しいんですけど、まあね、今のところこれが十分楽しいんで、これで切っておりますけどね。最後の方がね、ちょっと切るの難しいね。最後の方ちょっとね、いつも失敗した、失敗しました。今こんな薄くなったりね、こんな薄くなったりしちゃうんですけど、ね、これ本当に最後です。本当の最後はね、本当に切りにくい上に指を切らないように気をつけないといけないんですけれども、最後っていうのはこういうガイド機械なくても切りにくいですよね。はい、こんな感じで穴が開いてしまいました。穴が開いてしまいました。これ後で食べようね。失敗したこのガイドがあっても失敗してしまう。今までうまく切れたことあんまないですね。あんま最後でね、やっぱりうまくいかない。はい、ではこの袋に入れてと、よいしょ、で完成です。イエーイ。はい、ではですね、さっき分解したやつを今から組み立てようと思います。もうだいぶ乾いたんでね、ほぼ乾いた。はい、では、まずここに、オーリングじゃない、オーリングみたいなやつが入ります。昔はここに油を、まあ食品油、あ、待っていける、大丈夫、動いてる、食品油をですねつけてたんですけども、なんかもういいやと、もう一回毎回やるのめんどくさいし、そんなにね、そんなに力かからないです。ここ
あのここ、うん、ここに大丈夫なんで、もうつけないことにしました。よし、これがね、こうかな。どっちだっけ？こうか。はい。で、これあと貸し目をつけるときにですね、気をつけないといけない。これ なぜかですね、片面しか、テーパー加工されてない、あのまあ曲あの R がついてないんだよね。ちょっとこの角取られてないで。タップ。なんなん。ちょっと食べましょう。あ、そうか。あ、いや、うん、大丈夫。ちょっとバンバンかいや自分で撮っとこう。はい、こちらがですね、この滑らかな方をこの下に下向き、これね反対にするとこのオーリングが傷ついてしまいますんで、この滑らかな方でこのオーリングを、はい、今たーちゃん帰ってきました。オーリングを傷つけないようにするね。でこれをはめるときに結構飛ばしてしまいますんで気をつけてください。 よいしょ、はい、こんな感じではまります。で、その次にですね、これもさっきあのドライバーで分解したやつ、これね、このあの本ベッカリではですね、ここに切りかけついてるここを合わせればいけるようになっております。わざわざ切りかけついてるってことは分解すること前提で作ってんのかなと思いますけど、まあね、その辺はちょっとわからないです。製造工程で工場でですね、分かりやすくするために切りかけつけてるだけかもしれない、はい、で、ドライバーにつけていきます。あ、そうだ、ね、このミキサーのこのプロペラの汚れもすごいんですけれども、実はですね、ホンベッカリーのね、難しいというか嫌なところってね、あのイーストをこぼしやすいんですよね。イーストって結構イーストってね、インスタントドライイーストとか、まあドライイーストもなんですけど、サラサラしてるんでね、結構ね、いろんなところに実は飛んじゃってて、でそれを掃除するのを忘れると、なんかすごい汚い状態になってるというのがねありますんで、それも気をつけてください。あのこまめに掃除するようにしてね、あの絨毯の上では使わない方がいいです。はい、でこれできる。で最後にこのゴムパッキン、ね、つけて、こうやってね、綺麗にしても毎回毎回掃除しないといけないんですよね、これは、掃除しとくとね、すごくいい感じで、もしよければここにあの植物油、あの食品用の油つけておくともっと動きやすいですけどね、あの生地の材料、ちょっと離れて、これ、まあ、今からつけるんですけども、これをまあつけてですね、これをね、はめて、まあ、これがプロペラなんですけどね、これもはめてですね、で、あと生地の材料を入れた時点で、もうバターとか入れた時点でですね、このパッキンのところに入りますんで、すると、回る時にはですね、もう潤滑剤が入っちゃってると。もうそのパッキンに十分ついてますんで、もう、植物油とかね、使わなくてもいいと思います。はい、ではこれを、こっちに、本ベーカリーに、本ベーカリー、こんな感じになってるんですけど、見えてるから。で、ここにこれを置いてですね、あと片付け終わり。そうです、これがね、イースト入れるやつなんですよ、これ。あね、この辺とかね、ちゃんと閉まってなくて飛び散ったり、あとこの蓋もね、適当に、ここゴムついてないんですよ。だからこうね、つけるときにここからバラバラってこぼれたりするんで、このタイガーのやつはですね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。はい。で、こんな感じでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャッキーでした。バイバーイ。